おはようございます。釣り子 TV です。キラリーンと、これフライヤーね、スミスのステンレスフィッシングプライヤーっていうことで、これね買ってきたんです。で、これどんな感じのプライヤーかっていうのをね、つらつらと語っていきたいなーなんていうふうに思うんですけども、実はね、ちょっとこのプライヤーをなくしてしまって、先日小森プロに呼ばれてですね、九州に行ってきて、それでまあ格安航空券でね、飛行機で行ってきたんですけども、帰り道もう慌ててね、あともうちょっとで受付閉まるよっていうタイミングで空港に連れて行ってもらって、準備 OK、 リチウムイオンバッテリーこっちとか、荷物詰め直しとかして、これ預けてとかやって、最後にこう乗ろうとした時にですね、なんとなんと機内持ち込みの道具の中にプライヤーが入っていて、でそれでね、この長さ測ったら、あ、これ機内持ち込みできませんよ、廃棄しますか、それともちょっと預け荷物なんとか詰め直しますかなんていうね、選択肢があって、でもね、もうね、時間なかったんで、すいません、ちょっともう空港で便利に使ってくださいって言ってね、大切なプライヤー空港にね置いてきちゃったんですけど、それからねしばらくね、このプライヤーなし生活を送っていたわけなんですが、それでまあこれ買ってきたっていうことで、でね、このプライヤーに関してはもうね、10代ぐらいの頃から、あ、もうこれほんとロングセラーなね、ずーっとあるプライヤーなんですけども、何かっていうとね、絶対ねこれ買うんですよね。でしばらくね、ちょっとこれ釣り具屋さんに置いてない時とか、違うところの買ったりして、それでまた違うメーカーの使ってとかね、やってるんですけども、しばらく使うとね、よくわかるんですね。やっぱりね、スミスのステンレスフィッシングプライヤーじゃないとダメだーなんつってね、これ価格1800円なんですけども、絶対ねこれに戻ってくるっていうことで、まあちょっとね前置きが長くなりましたが、まずねこれ説明書いてあるんですけども、まあスプリットリングを開けるこう便利なね鍵爪がついているよっていうところと、海の大物対応ロングノーズパワータイプの設計だよというところと、フィンガーガード付き、ソフトグリップハンドル、ストラップ取り付けスプリットリングがここについてるよって、こういったね説明が書いてあるんですが、シンプルなんだけどね、ほんとねこのプライヤー使いやすいんです。じゃあね、早速ね開けていきたいと思います。スミスのね製品なんですけども、1800円でね、はい、これね、あーね、久しぶりに戻ってきた。こんなねシンプルな形状なんですけども、はーいね、何が一番いいっていうと、このね初期性能がね落ちない、サビに強い、まあステンレス製だからサビに強いよっていうところが あるんですけどもね、ほんとねこれ自分海のシーバス釣りとか、その他のね海の釣りなんかもよくやるんで、そういう時と、あとはブラックバス釣りと、使っていくわけなんですけども、ほんとねこの滑らかなつかみ開きね、このね、ぬるぬるしてるわけではないんですけど、ここのねこの可動の性能がほんとね長持ちするね。まあもちろんね海に行った後は潮抜きとかもしますけども、それだってあんまり得意じゃないプライヤーっていうのは、ちょっとしたらね少しねサビが入ってね、そんでもってこれがあれ開かない、CRC666 とかね、そういう感じになるんですけども、これはねほぼねノーメンテでもねずっとこの最初の使い心地が落ちないっていうところと、あとこのロングノーズですけども、このねノーズの高さがね、ほんとブラックバスとかがワームでね飲み込まれちゃった時とかちょうどいい長さね。で先端がこう非常にこうシャープに仕上げられているので、こう繊細にクッピッピッピッってね取る動作とかが非常にやりやすい。あとね、まあここは使ってるうちにね変なもん切ったりしたらね性能落ちてくるんですけど、ここのねちょっとしたラインカッターもね、ここにねラインカッターがついてるんですけども、まあステンレス製で丈夫っていうのもあるのか、ここのね性能もねなかなかね落ちない、ずっと使ってられる。でこの
なんですかね、グリップのこのねラバーがね非常にね持ちやすいのと、まあ、ここにもねフィンガーガード付きって書いてあります。 ここはね結構ねこのポッコリがすごいね活躍してくれる。結構ね力を入れた作業とかするときとかもすごいね握り込みやすい、このグッとしたね使いやすいグリップっていうことで、これねまあ裏にね表に書いてあるの同じこと書いてありますけども、まあステンレスだから錆強いよっていうところで、まああとねこのね地味にねあの役に立つこのスプリットリング外しのねこのクイッもついてるよっていうところと、 あとねこれねここにねあのリーシュコードとかつけてですね、でベルトにつなげたりしてですね、お好きなこうプレイヤーケースに入れて、それからねここからリーシュコードとかにつけて脱落防止なんかもしやすいね、この使いやすいリングがついてるよっていうことで、ほんとねプライヤーってねほんといろんなメーカーからといろんなコンセプトとか、あとここの長さとかいろいろありますけども、まあ釣り子 TV 的に、なんかおすすめのプライヤーありますかって言ったんで、絶対ねこれね、おすすめするようにしております。何にしてもねあのコストパフォーマンスもいいしね、まあ、1800円にしたらとんでもない長持ちしますんでね、ぜひね釣り具屋さんであのプライヤーコーナーとかで、あどれにしようかなーなんて結構ねあのポチャンとかねなくしちゃったりね、しがちなものなので、買い替えるとき次どれ選ぼうかなーなんていうとき、あなんかこんなこと言ってたなーなんて言ってね、ぜひね、買ってみていただいたら、このねスミスのプライヤーねほんとねやーべえあれじゃないとダメだっていう感じにね10年くらい使うとね本当、なりますんでね、なくさずにね本当5年10年くらい使ってもこのまんまなんですよねこれはもうびっくりね。で本当ね使ってるうちにねこの長さじゃないとみたいな感じになってくるので、ぜひですねプライヤー選びで迷ったら思い出してですね、あそういえばスミスもすげえって言ってたなっていう風に思い出していただければと思います。まあさりげないものなんですけどね、こういったちょっとしたあのバッツリの便利な小物とかもねどんどん紹介していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣り子 TV はこちら、スミスのですねステンレス製のフィッシングプライヤー、これねご紹介の動画でした。はい、釣り子 TV でした。